はい、皆さんお疲れ様です。今回は、前回開封した1万5000円の箱確定くじの中身を、見ていきたいと思います。1万5000円の、箱くじなんですけども、まあ、入っていたのがこのドグロック EX と、ワイドホース1箱ですね。まあ、2枚箱であればなんとかなりそうですけども、まあ、中身見ていきたいと思います。まあ、重さは今回は、まあ、箱の重さぐらいにしておきます。290g ですね。では中身を見ていきたいと思います。普段であれば、重さを測っていきたいところですが、もうサクサクっと開けていきたいと思います。では作業着いきます。よいしょ、はい、1パック目がゲンガーですね。はい、2パック目、こんな感じですね。はい、3パック目、ノココチとボックス、次大きい大抱き場ですね。 LO で活躍しているそうです。では次、次はお仲良しポヒンですね。あとジーランス、これは欲しかったやつね。はい、じゃあ次、イラストがいいやつね。はい、次はこうビワ、はい、次、おガツホムラ、はい、次はエルフント古代、はい、次これはなんでゲンガーとマツバ、さああと1枚 SR が出てくれてくれるといいけど、では次、はい、オーダーイル、はい、次、はい、次はランクルス、ランケンか、はい、次、偉大なキーパー、残り約10パックぐらいですかね。ここで SR が出てくれると嬉しいところですけども、
羽ばたく神。緊急ボード。はい、仲良しポーヒンですね。まあ多分大体ワンボックスに2枚ぐらいだと思いますけども。できたらあと1枚欲しいですね。はい、では次は。でしょうか。ドラム。たけるライコ。はい、残り3パックですね。では。取り寄せボックス。よいしょ。ではラストワンパックの中身は何でしょう。ゴース。はい。ということで 15,000 円箱確定くじの中身は、SR1 枚のこのカードと、ワンボックスだった結果がまあこんな感じですね。まあまあまた。箱確定くじを何かしら開けていきたいと思いますので、もしよろしければまたご視聴ください。それではありがとうございました。